島優さん対戦お願いします。うわ挑戦状やん。まあでもクッパだから重量級なだけ挑戦状でもマシか。さあこれどうなる。はい、ここは挑戦状戦場専用即死コンボ決まっていって、開始10秒足らずでまず1ストック奪っていく。 0% からの撃墜。そう、俺のキンクルのバーストラインは 0% から 999% 全てのパーセントが俺のバーストラインと。さあここも偶数決まっていって、まだ 0% これ完全じゃ。あ、心折れちゃった。ワッピーさん対戦お願いします。さあテリー伊藤ボガード来た。結構ねテリー伊藤も俺得意なんだよね。復帰コース借りやすいっていうのと、まあなんだろう、あのそのコース一番得意なんだが決まりやすくて、まあ、割とね時間が負けるんで、試合時間が短くて結構動画が、え、それ開始したら無理じゃね。なんかさ最近配信とか動画とかでも結構 VIP マッチ復帰ミス多くない？これ何なんだろう、そもそも VIP マッチに復帰ミスが多いのか、それとも俺の覇気で相手が威圧されてあの死んでっていってるのか。ここ借りたい、どっちなんだろう。配信とかでもめっちゃ相手自滅するんだけど、これってやっぱ俺の覇気なのかな。そうだと願いたい。見えた、好きの息来たよ。カズヤこいつマジ3試合に1回はマッチングする。これ大げさじゃなくてリアルに3試合やったら絶対1匹はカズヤがいる。本当にそんくらい最近多いよね、まあ、最近というかもう元々多いんだろうけど、まあ、まあなんだかんだいい感じにねこう流れを取っていって、まあカズヤもね本当にガノンと一緒で流れ取るか捉えるかみたいな。いやでも即死コンボがある分ガノンよりも害悪な気はするんだけど、まあこれ今のところ相手に流れを渡さない立ち回りができているんじゃないでしょうか。てか今の上 B で 22% 入る、おかしいだろ、一撃で 22%。 さあこれも下スマでぶち壊していって、まあやっぱ崖の下スマ強いな、俺の生命線とも言えるよね。例えば最近あの伝説のゲーム実況者のシャムゲームズさんが復活してて、みんなわかるかな、多分俺の動画見てる世代の人たち知らない人の方が多い気もするんだけど、まあ、シャムゲームズさんっていうねオフ会ゼロ人の伝説のオフ会ゼロ人2期のねあのシャムゲームズさんが最近復活して、今日 YouTube ライブやっててちょっとそれ見てたんだけど、同説1600人くらいいて、俺が見た時コメントめっちゃ荒れてたんだよねなスパムだのなんか誹謗中傷コメなのでめっちゃ荒れてて、なんか逆にあんくらいもうずっと荒れてたらそれはそれで楽しいような気もするなみたいな感じで、え、心折っちゃった、もしかしてこれまたな、まだ戦う気があるのか、なんであそこ復帰てかさ、なんかたまにいるよね、なんか2ストメ復帰しないでなんかもう諦めたのかと思うくらい普通に死んでくけど、その後リスポーンしたらめちゃめちゃ戦ってくるみたいな。なんだこいつ、持久戦か、受けて立とうじゃねえか。俺は持久戦が得意なんだよ、一生これやり続けてやろうか。おい3ストック対1ストック、このまま俺4分やってもいいんだけど、やっぱやめるわ、それはそれちょっとだるいわ。あーやばいやばい、10連コンボ、それはちゃんとさすがに外出しますよ。なんでこいつ俺が王冠と大砲を振り始めると崖行くの。あやばいやばいやばい、さあまだ生きてる、やるか持久戦。お前どこまで持久戦ができるんだ。あーこれやばい、いやさすがに死ぬけど、まあ全然戦局には問題ない。2ストック対1ストックで丸々に1ストック以上差ついてるんですね。さあ始めようか持久戦を。お前崖行くんだろ、俺が王冠と大砲振り回し始めたら。おいおいまだやれんのか持久戦。あまたカズヤやん、2試合連続なんだけど、もうこいつが本当に巷でゴキブリって呼ばれてる理由が分かってきたわ。まあそれも俺自分の YouTube ライブ、うおー、自分の YouTube ライブのコメントでこいつがゴキブリって呼ばれてることに最近知ったんだけどね、割と。てか最近生配信ばっかやってて動画撮影するのすっげえ久しぶりなんだけど、ここんとこ生配信ばっかだったと思うんだけど、それはねなんでかっていうと本当は動画撮りたかったんだけど、まあ、正直スマブラ割と飽きてきててなんか動画撮影する気力が湧かなかったんだよね。総プレイ時間4500時間にしてスマブラ飽きてきた。だから最近手軽な生配信逃げてたんだけど、まあ、そろそろやっぱ元々の動画投稿という形に戻んなきゃなって思ってね、重たい腰を上げて最近っていうか今ようやくね撮影を始めているんだけど、いかんせんスマブラ飽きてきてるから、なんか他のゲーム実況とかもやってみたいなって思うんだけど、そもそも面白いって思うゲームが今ないんだよな。だからなんとなくスマブラやっちゃってるんだけど、なんかおすすめの面白いゲームあったらコメントで教えてください、スプラトゥーン以外で。なんか俺のスイッチのフレンドみんなスプラトゥーン3今やってんだけど、なんかあまりにもみんなスプラ3やってるから俺買ってないんだけど、
この前スプラ2やってみたんだけどね、やっぱダメだったわ、うん、俺配信でも何回か言ってんだけど、自分でこう一人称視点でエイムを合わせ、エイムというか照準を合わせながらね相手に攻撃するっていうゲームがめっぽう苦手なんで、やっぱスプラトゥーン2は無理、スプラトゥーン2というかスプラは無理だなって感じました、まあ、なので FPS 系以外のゲームで、いや上手すぎるだろこの読み。あやれいさん対戦お願いします。これはあやちゃんか女の子か、俺あやちゃんってこと付き合ってたわ昔、元気してるかな今、こういう話すると絶対それエアプだろってコメント欄で言われそうなんだけど、エアプじゃないからね俺、エアプしないし受け身も取れるし、 YouTube で嘘ついたことそもそもないから、俺 YouTube では絶対嘘つかないって決めれるんで、てかちょっとこれまずいな、 86% 対 15%、 まあでもぶっちゃけロイなんで腹筋詰ませればなんとかなるみたいな、そういうところ、何それ、ジャックからのマベコン、ちょあんなん初めてされたんだけど、いやこれはもう流れ取っていくしかねえ、いやでもこいつ硬い、いやもうこれはもう始まって、おー俺ボールじゃねえんだよ、やめろ、お手玉はすんな、さあこっから流れ取っていくぜ、うわそれ当たんねえか、いやでも大丈夫、これワンタッチからぶっちゃけいけるんで、ちょまずはね展開を取っていきたいところ、もうそれなんだよ分かんないから、ボーンさん対戦お願いします。さあ次の相手はロボットか、さあこれ開幕ちょっと申し訳決まんなかったんだけど、まあ序盤ね流れを掴んでいきたいところではあります、てかなんかまた頭痛くなってきたな、今日実は昼間外出歩いてたらなんか軽く熱中症になって、そっからすっげーずっと頭痛かったんだけど、まあ家から家に帰ってねゆっくりしてたら割と良くはなったんだけど、なんかここに来てゲームずっとやってたらまた頭痛くなってきた、最近夜コンビニに行くぐらいしか外出歩いてなかったから、マジで昼間天気いい時に外出たの久しぶりすぎて、うわちょっとやべえな、うわでも今日久しぶりに真っ昼間外出たんだけどだいぶ気温下がってきたね、正直まだ暑いって感じるけど真夏ほどの暑さは感じなくなってきた、どんだけ俺家から出ねえんだよ普段昼間、やっぱ昼間は外出ないと気温とかあの外の様子が全くわからないんだよね、でたまに出ると体調悪くなる、これが引きこもりの弊害か、引きこもり脱却しないとやばいな、昼間外出たら体調悪くなるとかも人として終わってる気がする、とりあえず Uber Eats のアプリを消すところから、うわー、てかこれやばくね、なんかこの前生配信で動画にもしたんだけどさ、ロボットにボコられてからちょっとなんかもう苦手意識っていうかイップス治ってないかも、イップス発動してるかもロボットに対していや正直これでもいける、このストック落とせばなん、よし壊していく、さあこれあるぞ、ここで俺イップスのジレンマから、ロボットの一発ジレンマから俺脱却すると、危ない誓う 98% 対 3%、 いやこれ俺ワンタッチからとんでもない火力を出せる、俺のキンクルなら自分の力を信じるんや、 121% 対 14%、 よしこっから流れを取ってけ、破滅への、うわマジか、破滅へのロンドでバチコリ、今破滅へのロンド当たったら多分これまずいか、外投げ埋めなかったのか、こいつ基礎地にあるぞあるぞ、来た来た来た、俺の時代が、さあこの崖借りたい、ここだ天才的エグジットさん対戦します。さあ来たガノン、なんかガノンも俺の動画に毎回登場してくる気がするこいつも本当に勝っても負けてもね試合が早く終わるからもう動画化しやすいんだよね、動画に持ってこい、まあでもやっぱり一番取れなかんのはドンキーなんだよな、ドンキー最近なんか全然来ないんだよ、てか重量級少なくなったよね、 VIP マッチからなんか DLC をはじめとした重量級メタのキャラクターがめっちゃはびこってるせいで、最近この VIP マッチの上層から重量級が消えてる説、そう考えたら俺希少種やね、だからマジドンキーとかクッパとかさめっちゃ減ったもんな昔に比べて、まあ、ガノンカズヤはやっぱ安定しているけど、だから俺重量級同士の戦いが一番好きなのに、だからそう考えたらマジ DLC 重量級メタだよなほとんどキャラクターもカズヤとかもそうだし、ここは早出しだろ、勝負あったな、いや勝負を確実に、ここは確実に殺していく、リトルマックで俺最近リトマでよく思うんだけど、このリトマでさ俺のキンクルがいる戦闘力隊にいるってすごくない、
この俺のキンカルとマッチングするくらいの戦闘力帯にいるんだよ。リトルマック使って、俺リトルマックなんてモンボアリのルールじゃないと勝てねえもん。なんか確かに地上の立ち回り強いけど、もうソロ出されたら終わりだからさ。ほらこれでもう死んじゃうし。あーやばいやばい、助けも、うわー、KO アッパーぶち当てられた。俺の一瞬のミスをこいつものにしてきた。まあだけど正直ね、リトルマックに関してはもう外出しちゃえばこっちのもんなんで、もうこれで帰ってこれないと。切ないキャラクターやで、こいつは。あ、これ大丈夫か。あ、そこ引っかかってしまうと。これがリトルマック。はい、ということでまあ今日はこんなとこですかね。もうね、勝っても全然戦闘力が上がんねえ。勝っても2300とか、まあ、多くて500くらいで、負けたら5000くらい持って帰るからメンタルがやばい。ということでまあ今回はこれで終わりたいと思うんですけども、まだチャンネル登録と高評価してないよって方はチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。あとコメントとツイッターのフォロー概要欄からいけますんで、そちらもお願いいたします。ということで次の動画でお会いしましょう。うん、エクスタシー。